この緊急特別番組は、調布市民に必要な情報を調布市内にある地域メディアが連携して発信する調布地域メディア連携プロジェクトの一環としてお送りします。調布市は調布市における新型コロナウイルスワクチン接種体制、高齢者に配慮した調布市独自の接種方式を2月19日に発表しました。接種方法は、医療機関での個別接種と市が設置する会場での集団接種の両輪にて実施します。周知方法は、接種券などを送付・郵送、ワクチン接種に関する広報誌などを全個配布予定です。接種対象は、原則居住地・住民票所在地の市町村で接種します。接種費用は無料です。接種順位は、医療従事者、高齢者、基礎疾患を有する方、高齢者施設などへの従事者となっております。ワクチン接種について、調布市長のメッセージをお送りします。皆さんこんにちは、調布市長の長友でございます。本日は今話題になっております新型コロナウイルスに関するワクチン接種に関して皆様方にお話をさせていただきたいと思います。大変皆さんのご関心が強い事項だと思います。私ども調布市としては1月の12日にこのワクチン接種に関する対策本部を作りました。そして医師会とか薬剤師会の皆様方と協議を進めて今に至っているわけでございます。簡単に概要をお伝えするときに、4月以降と言われておりますけれども、65歳以上の高齢者の皆様方の接種に関しまして、私どもは3つのやり方を考えております。それはちょっと言葉硬くなりますが、集団接種、個別接種、そして施設の接種ということであります。簡単にご説明いたします。集団接種というのは、調布駅の駅前広場に常設の会場を我々は作ります。3月に作ります。そして市民の皆様方に来ていただきまして、4月、高齢者の方から始まるわけでございますけれども、簡単に申し上げますと、皆様方はその会場に来ていただいて、指定をさせていただく座席椅子というのがございまして、そこに一旦お座りになっていただければ、そこを動かない、予診、あらかじめの診断から接種、そして、副反応、これを観察することも必要でございますが、その副反応の健康観察まで一貫して一つのところにいていただくだけで結構でございます。国のやり方は必ずしもこの調布方式ではないんですが、私どもといたしましては、皆様方にご負担をおかけしないということと、医師の方に動いて接種、予診から接種をしていただくということで、非常に効率的にですね、早く循環よくですね、接種が進むというこの方式を採用させていただこうと思っております。そして予診、また接種を担当する医師の方はおられますけども、それ以外のスタッフ、医師の方にもスタンバイしていただいて、全体の調整に当たっていただくなど、非常に手厚い体制を今考えております。で、その集団接種の会場におきましては、パーティションついたてですね、それとか飛沫防止のフィルムを用意いたしますので、プライバシーの保護であるとか、それから感染症防止対策、これは万全を期すということで集団接種を行います。で、先ほどそれ以外に2つのやり方を申し上げました。個別接種、これは簡単に言うと、かかりつけ医であるとか、それから近隣のお近くのお医者さん、医療機関で接種を受けられるということで、現在ありがたいことに90の医療機関がすでに手を挙げていただいております。個別接種も組み合わせてまいります。施設というのは、主に高齢者の方が入っておられる施設でも接種をできるようにということで、今鋭意準備を進めているということでありますので、その3つの接種体制のどれかで皆様方の健康を管理しつつ、接種を円滑に進めていきたいと思っております。そしてそのような体制を作るときには、コールセンターが必要になります。予約をしていただいたり、また
皆様方いろいろ不安もお持ちで問い合わせもあると思います。何でも我々のコールセンターに申し出ていただきたいと。これは3月の上旬をめどに設置をいたします。そのような体制でありますけれども、今後とも2月から3月にかけて国や東京都の動向、これを私どもは綿密に正確に把握をしながら、そして先ほど来申し上げておりますように、医師会とか薬剤師会の先生方にご指導を仰ぎ、一緒になっていい体制を作るということに邁進してまいります。どうかこのような体制をよくご理解の上、皆様方になるべく早く安全安心のもとに接種を受けていただきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて調布市医師会の会長、西田真一先生のメッセージです。調布市医師会長の西田と言います。よろしくお願いいたします。調布市もですね、新型コロナワクチン接種に向けて、今皆さん力を合わせて準備の段階に入っています。まだ詳細がわからないところも多いんですけども、医療従事者から来月早々にでも、接種が始まると思います。高齢者の方の接種につきましては、おそらく4月の頭というふうな予定にはなっていますが、まだこれも確定はしておりません。それぞれの、市民の方に市の方から通知が来ますので、しばらくお待ちください。この新型コロナワクチンの、目的はですね、一人一人が、感染症にかからないということももちろんですけども、集団免疫力をつけて、感染症を収束に向かわせるという、そういう大きな目的があります。したがって一人でも多くの方に、市民の方に受けてもらうということが非常に大事です。副反応についていろいろ報告はありますが、現時点では他のワクチンと比較してそれほど危険の高いものではないということは分かっています。それから接種の対象者ですが、最初は医療従事者、その次に高齢者、基礎疾患を有する方、それから最後に一般の方ということになります。で、3週間の間隔を置いて2回接種になりますので、いかにして効率的にですね、接種していくかというのが非常に重要な鍵になってくるかと思います。なおですね、16歳未満の方については、まだ接種経験が非常に少ないと、研究が進んでいないということがありますので、今回の接種対象からは外れています。したがって16歳以上の市民の方が対象ということになります。接種場所についてですけども、調布市は、集団接種と個別接種を並行してやっていきます。で、集団接種の場所はですね、一応調布駅前広場に、プレハブの大きなものを建てて、そこで接種をする予定です。あとは個々の診療所、かかりつけの方たちが接種しやすいようにですね、個々の診療所でも、接種をいたします。したがって、何か病気を持ってかかっておられる方は、主治医の先生に、どこで受けたらいいかということも早めに確認しておくといいと思いますね。現在、調布市行政と調布市医師会で、力を合わせてですね、協力して、予防接種進めております。皆様方、先ほども申し上げたように、これはここのためだけではなくてですね、感染症を収束するためのとても大事な接種です。ですから、的確な情報を得つつですね、過度に恐れることなく、きちっとワクチン接種を受けていただきたいと思います。そしてワクチン接種についてですね、もしかしたら市民の方々にもお力をお借りすることが出てくるかもしれませんので、その説はご協力のほどよろしくお願いいたします。国の動向を注視しながら、調布市医師会、調布市薬剤師会と新型コロナウイルス予防接種検討会議にて引き続き協議をしていきます。詳細は調布市ホームページをご覧ください。
ワクチン接種だけでは新型コロナウイルス感染症は収束しません。引き続き一人一人が感染予防対策を行い、一日でも早く日常が取り戻せるように過ごしましょう。